アーサー・チン、アーサー・ディエン・チン、アーサー・アート・チン、中国名、チン・ズイ・デン。1913年10月23日から1997年9月3日は、中国系アメリカ人で日中戦争に参加し、エースパイロットとなった。最終階級は少佐。撃墜数8.5機。オレゴン州ポートランドの似て、関東正代山形大江村を礎石とする。 父親フォンチンとマカオ出身と推測される、ペルー系村ラートの母親、エヴァ・ウォン、ウォングエタイの間に生まれた、アトキンソングラマースクール、原を経てにて、航空工学を学ぶ。1931年の日本の中国侵攻を受け、ポートランドをはじめ、西海岸の佳橋コミュニティは、佳橋航空救い国会を、設立、義勇パイロットを養成し、中国に送ることにした。 1931年12月、チンラー13人の若者が選ばれ、ポートランドの家京航空学校に第一期生として入校。卒業後、同期の中国系アメリカ人と共に、上海に渡り、チンワタル東下の関東空軍に加わった。1932年12月1日、順位見習い飛行士官に任命され、1933年2月23日に、少尉へ昇進した。 1936年、彼はさらに、要、節日の絵、死と、ックスグルと共に、ミュンヘンのドイツ空軍に留学して、レヒフェルト航空基地にて、空中戦理論を学んだ後、同年9月1日に注意に昇進して、関東空軍第六大隊となった。1936年に、関東空軍が、中央空軍に編入されてからは、 1937年2月から6月まで、中央航空学校で飛行教官を務め、6月10日に、関東空軍第6隊を再編した第5大隊、第28中隊の副中隊長となった。中隊の装備機は出会った。1937年8月、日中戦争が勃発すると、チンの第28中隊は南京近くの飛行場に配置された。 8月16日、台湾から発進した日本海軍の96式、陸上攻撃機を南京上空で撃墜したのが、陳の初戦果とな。翌月、陳は4機能を引いて、関東省小関飛行場に進出、天賀飛行場駐留のしばらく編29中隊と合同で小関の飛行機製造省や甲州を守る任務につき、 9月27日に96式立候を撃墜した。10月6日には9機と交戦。10月7日、加賀96式艦上攻撃機後への96式艦上戦闘機4機、信号営場注意と交戦、木本波昇位、2807号と分隊長、陳順那注意、2909号が撃墜され死亡。修令、2809号と陳その位。 3から1号が、藤木大破という通撃を受ける。1938年1月、国民政府がイギリスから購入した、グロスターグラディエーターが中国へ到着して組み立てられ、第28中隊などへ配備されることになった。2月9日、陳は受領したグラディエーターに乗って、難所を経ったが、吹雪に遭遇して、丘に激突、右目に軽傷を負った。 5月末に怪我から回復したチンは、すぐに戦闘に参加して95式水上偵察機を撃墜した。6月1日、第28中隊長に昇進。6月16日、波を空戦に参加。1938年から1939年までの間にチンはグラディエーターで多くの戦闘に参加し、様々な日本軍機と戦って撃墜記録を増やした。 1938年12月1日、チンは将校に進級し、続いて12月27日に第三大隊副大隊長となった。1939年12月27日、厚生省の混乱関の戦いで、地上軍を支援するため、チンは SB 爆撃機を護衛して、グラディエーターで出撃した。この戦闘で96式艦上戦闘機に撃墜され、 パラシュートで脱出したが重大な火けを負った。その後、香港の病院で数年にわたって手術と治療を受け、1941年12月に日本軍の香港占領から逃れるとアメリカへ戻った。アメリカでも引き続き28回もの移植手術を行い、回復後の1945年3月1日、正式に中国空軍を退役。 アメリカ陸軍航空軍に所属してヒマラヤ号への輸送作戦に参加した。戦後、チンは1950年まで中国航空講師、クナックに勤務した。その後航空関係の仕事が見つからず、ポートランドへ戻り、1952年よりビーバートンのアロハ郵便局で働いた。顔の火け跡を気にしていたため、夜間の内部業務を担当していた。当時の同僚によれば、 科目だが、とても好感の持てる人物だったという。最終的に、と呼ばれる、誤字や悪質により、配達不能郵便物となった者の,の宛先を、解読する上級の担当職を務め、1983年、退職。第二次世界大戦が終了して50年後の1995年2月24日、アメリカ政府は陳を退役軍人として認め、主君飛行十字章。 を授与した。チンは1997年9月3日にポートランドで死去し、1ヶ月後の10月4日、空軍記念博物館の記念殿堂に、最初のアメリカ人エース、中国系アメリカ人の英雄として加えられた。現在では、第二次世界大戦の最初のアメリカ人、撃墜王として認められている。2008年2月、会議員の提案により勤務していた。 アロハ郵便局が、アーサーチン少佐郵便局ビルと改名され、5月7日、承認された。5月は、外交部長、財政部長、関東省庁の帝、カオルの娘とされるが、該当する者はおらず血縁関係は不明と結婚。劉州にて、銃弾の破片を体に受け死亡する。二人の息子がいた。その後アメリカにて入院していた時、看護師、 フランシス・マードックと結婚し、一人娘スーザンを授かるが、中国に戻ったことがきっかけで離婚。三人目の妻、ヨーミズ・シバトは中国航空公式勤務中の1948年に結婚し、一人息子を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。